手彩式絵はがき東京吉原吉原は、江戸時代に、江戸郊外に作られた、皇居の遊女屋が集まる遊郭、よびその地域の名。現在の東京都台東区千属4丁目、および3丁目の一部にあった。現在は、日本最大の総プランド街として知られる。江戸幕府開設間もない1617年、日本橋吹屋町に遊郭が許可され、幕府公認の吉原遊郭が誕生した。 吉原の語源は、遊郭の開拓者、生治陣内の出身地が、東海道の宿場、吉原塾出身であったためという説と、足の追い茂る、低湿地を開拓して築かれたためという説がある。いずれにせよ、徳川家康の隠居地である、駿府城城下に、大御瀬家康公認の交渉があり、そこに七課長もの広大な面積を誇る遊郭があった。吉原はそのうちご家庭を、 大御瀬家康なき後駿府から移したのが始まりである。正治人内へご過剰の許可の条件が示されたが、徳川幕府は、有興にふけり、犯罪を犯す者、浪人悪党の逮捕を考慮した。明暦の大化で、日本橋の吉原遊郭も消失。幕府解説の頃とは、比較にならないほど、周囲の市街化が進んでいたことから、浅草田んぼに移転を命じられた。以前の日本橋の方を、 元吉原、浅草の方は、正式には新吉原と呼ぶ。江戸城の北にあたるところから、北国、または北州の異名もある。新吉原の中の町詳細は、吉原遊郭を参照周囲に、おはぐろ溝と呼ばれる大溝があり、新吉原初期の頃には幅5軒、心臓、ハゲなどの身分があり、店にも茶屋を通さないと上がれない格式ある、相馬楽器から、 路地裏にある商店までの序列があった。大棚は社交場としての機能もあり、大名や文化人も集まるサロン的な役割を果たしたこともある。江戸前期の一流の遊女は、和歌や茶道など教養を身につけており、初めて上がった客と一緒に寝ることはなく、二度目の灯籠で裏を返し、三度目で馴染みになり、ようやく枕をかわすことができるようになったという。遊女や吉原風俗は、 浮世絵や公表し、シャレボン等の題材にもなった。吉原が女性を前借金で縛る人身売買の場所であったことは疑いもないが文化の発信地という側面も持っていた。遊郭には武士や町人らがいたが遊郭の中では身分差はなく帰って武士は野暮だとして笑われることもあった。よく知られた川柳にも人は武士なぜ形勢に嫌がられとある。 武士は網傘をかぶり顔を隠していた。時代が下がるに従って、武士は経済的に困窮したため、町人が客層の中心になっていった。木材の商売で巨万の富を築いた、木の国や文在もみや、十八大通などと呼ばれた、札差したちの豪遊が知られ、語り草にもなっている。1765年、品川、板橋、千住の宿場町で、いい森所の規制が行われ、 各宿場が衰退し、合わせて、吉原の増員が許可された。また、しばしば大化に見舞われた。主な大化は1768年、1787年、1816年、1835年、1845年、1862年、1864年、1866年である。吉原が再建されるまでの間、浅草周辺などに、 借りたくが設けられることがあった。吉原の遊女明治以降、芸奨議会法令が出され、1875年には、遊女屋は、貸し座式と名を変えたが、遊女は相変わらず、籠の鳥であり、自由な外出もできず、人身売買の実態は、江戸時代と同様、旧体依然の状態であった。明治の吉原風俗は、ウィタセクスアリスや、竹比べといった作品からも伺える。 特に一応は、吉原近くの流線に、小間物屋を構えるなど当地との縁が深い。1903年には、写真署名システムが始まり、1916年には、張り店が禁止された。近代以降も1911年4月9日に、大火が発生した。また、関東大震災、東京大空襲でもほぼ全焼し、多くの犠牲者を出したが、その度に、不死鳥のごとく復活した。 第二次世界大戦後、GHQ の指令により交渉廃止となり、営業形態も民主化され、特殊飲食店街、いわゆる赤線となった。1958年の売春防止法の施行により、赤線は廃止され、吉原は文字通り火の消えたような街になった。店は連れ込み旅館や下宿やトルコ風呂などに転業していったが、やがて、 トルコブロが前世紀を迎えると、吉原イコールトルコのイメージが定着していった。トルコブロは1966年の風営法改正により、個室付き特殊浴場となった。1984年に風俗営業取締法が大幅に改正され、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律となった。 新法の施行により風俗営業の営業時間が午前0時までとなり営業地域も大幅に制限されるに至った。特にソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル等は事実承認の活動する区域においては営業が不可能となったが同法律を受けて東京都が施行した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例においては 吉原の実情などを考慮し、特例地域として、現行の建物を使用する限りは、営業を継続できることとなった。したがって、新規に、総プランドビルを建設して営業することは、不可能であるが、現行の建物を改装を通して、継続使用する限りは、総プランドを経営することができる。かつて、都内では、新宿区歌舞伎町の一部及び、豊島区北池袋の一部にも、 同様の特例措置が取られていたが、現在は条例の改正によって、ソープランドの特例措置は、台東区専属4丁目の16番から32番、41番から48番に限られている。2006年の法改正では、街頭での客引きが禁止された。吉原を歴史的な名所として位置づけ、山野堀、大門などを復元し、 観光名所として復活させようという意見もあると言われる。吉原土手現在の土手通りに並行して山や堀があり、堀を船で通う遊郭も多かった。堀と通りの間が土手になっていたが、現在では取り崩されている。現在も土手通りの通称で名前が残る。また、日本庭というのも元は、この土手を指したものである。江門坂遊郭がここで江門を作ろうことに由来すると、 いう。土手通りから、吉原遊郭の入り口の間にある坂。狂わないから出入りする客が、外から見えないように、S 字状に道をつけたとされる。見返り流江門坂入り口の左手にある柳。遊び帰りの客が後ろ髪を惹かれる思いを抱きつつ、振り返ったという。現在は跡地に石碑が立つ。すぐ後ろにある柳の木は昭和になってから植えられたもの。大門に吉原歓楽街への正面玄関。 治安目的はもちろん、遊女たちの逃亡を防ぐため、出入りはこの大門一箇所のみとされた。江戸時代には黒塗り木造のアーチ型楼門が建設され、明治期には二代目となる鉄門が築かれたが、1911年の大火で消失、関東大震災を機械に撤去された。現在は、吉原大門の交差点名が残るほか、直近の都営バス場46系統、 総六十四系統、台東区循環バス北めぐりんのバス停名として残っている。吉原神社1872年新吉原四隅に祀られていた稲荷祠を合祀し、吉原遊郭の陳述として創建。1835年米在天を祀る吉原、米在天祠を合祀。弁天地元来湿地帯であった当地に新吉原が造成されるにあたって、 小宅を南部に寄せ池を形成。湖畔に弁天祠らが祀られ信仰を集め弁天地等と呼ばれていた遊女逃亡防止としても機能していたが、1923年、関東大震災に伴う火災で逃げ遅れた遊女らが弁天池に飛び込み490名の犠牲者を出すという悲劇に見舞われた。戦後、電電校舎電話局建築にあたりそのほとんどは埋め立てられたが、 現在も関東大震災の犠牲者を悼む観音像が残る、和紙神社吉原の西側、先属三丁目にある神社、11月の鳥の市で有名、上巻寺吉原の北側、荒川区南千住二丁目にある寺、1855年の大地震の際、多くの吉原の遊女が投げ込み当然に葬られたことから、投げ込み寺と呼ばれるようになった。その後も、 身寄りのない遊女たちを葬り、川柳に、生まれては苦害、死しては上官寺と読まれた。異例のための新吉原総礼塔のほか、しばしば当時を訪れた長い花風の死費が混流されている。毎年、花風の命日である4月30日頃に、寺の主催で花風気概と名まれる。江戸時代に売春を行っていた女性に対する、戒名は、 バイタという、極めて劣悪な改名をつけられていた。鉄道、編集バス、編集なお、メグリンは、鳥の位置の期間中は交通規制により、台東病院停留所を迂回する。道路、編集古典小説映画漫画ドラマその他1966年に、住居表示が実施されるまで、台東区新吉原江戸町一丁目、新吉原京町一丁目、などの地名が残っていた。 東京都江東区の須崎なども同様である。近隣には、日やい労働者が集まる地域であるサニアがある。石井良介、2012、13から14、ソープランド店舗数は、再生時には250件あったと言われるが、現在は150件ほどに減少している。それでも、全国のソープランドのおよそ1割を占め、岐阜金津園、川崎堀の内といった他のソープ街に、大きく、 差をつけている。現在の地名は、池袋本町となった、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律施行条例第10条、1日光街道田中道子と国直映画、吉原、そして、町長夫人、高崎敏夫の映画アットランダム。ありがとうございます。